斉藤忍さんのしりとりしましょ。巻物絵本キットを作ってみました。箱の中に入っているのは絵が10枚、筒2本、説明書です。説明書に私の工夫も加えて作ってみました。必要なものはカッターマットとカッターナイフ、両面テープです。数字がついている方は1センチ5ミリメートルの幅の白い部分があります。これと同じ幅の両面テープを使います。反対側は1枚目だけ白くなっていて、あとは絵のところで切れています。こちら側の裏に両面テープを貼ります。裏返して両面テープを貼っていきます。左端に貼るときに少し両面テープをはみ出させておきます。これをカッターマットに貼り付けておくことで引っ張ってもずれることがありません。慎重にギリギリに貼っていってください。こうして両端をカッターナイフで切り落とします。きれいに貼ることができました。左端をカッターマットに貼らない方法もあります。角をぴったり合わせたら左手でしっかり押さえて貼っていきます。裏面はツルツルになっているので多少の貼り直しはできますが、慎重に貼っていってください。最後の10枚目だけは数字の裏にも両面テープを貼っておきます。つなぎ合わせるときは両面テープの端をこんな風に折ります。両側とも折って先を少しはみ出させておきます。両面テープの端をこんな風に手前に飛び出させておいて、くるりっと裏返します。そうして上の端と下の端をぴったり合わせて押さえます。位置が決まってから両面テープを引っ張って抜いていきます。こうするとずれてしまうということがほとんどありません。きれいに貼れました。裏側もこんな風にぴったりと貼れています。全部貼れたら、端に芯になる紙の筒をつけます。この時にカッターマットが重要です。斜めにならないように、線に合わせて筒を転がします。下から5ミリほど開けたところに筒を置いてまっすぐに転がしていきます。これでうまく貼れました。反対側も同じように貼ります。今度はスタンドです。キッチンペーパースタンドの棒とかまぼこ板を使います。かまぼこ板は5センチと7センチ5ミリの大きさです。かまぼこ板の端に穴を開けておき、
ンペーパーのスタンドの棒を木ネジで留め付けます。もう一本同じようにして作ります。これは A4 サイズのボール紙です。これを半分に切ります。この大きさが最初に入っていた箱にぴったりと収まる大きさです。これを型紙にして段ボール4枚を切ります。段ボールに糊をつけて2枚を1セットにして2つ作ります。その上に先ほどのスタンドを置いて、端っこのこの真ん中の位置ですね、ここに印を入れたらカッターナイフで切り取ります。ここにすっぽりとスタンドが入ります。この段ボールを先ほどのボール紙に貼り付けます。乾くまで重しをしておきましょう。同じものを2枚作ります。これを裏返して真ん中のところを製本テープなど丈夫なテープで留めます。これでスタンドホルダーが出来上がりました。このくぼみにスタンドを入れるとこんな風に固定することができます。そして巻物を差し込むと、これをくるくる回して演じることができます。これが裏から見たところです。結構透けて見えますので、読み聞かせには便利です。これを箱の中にしまってみましょう。スタンドホルダーを半分に折って、巻物と一緒に箱の中に入れるとこんな風に収まります。隙間のところに棒を差し込んで、板を2枚並べていくとぴったりと中に収まります。これで持ち運びや収納がとても便利になりました。